チンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最高率のレベル上げをやっていきたいと思います。このゲームレベル上げかなり重要なんですけども、ちょっと序盤中盤では難しいんですよね。今日は最高率の場所ということでガンガンレベルを上げることができます。ちなみにユニコーンオーバーロードの最大レベルは50となってますね。今主人公はレベル50、まあ他は50にはなってないんですけども、まあ速攻でこれから上げていきたいと思います。はい。で、上げる場所ですけども、ここです。中央の大陸のラストステージの1個手前のところですね。体験版で入れなかった場所ですね。体験版、ここに、敵が居座ってて、入れなかったんですよ。で、ここの敵が、体験版じゃなくなったらば、すぐに戦うことができます。まあ、すぐには勝てないんですけどね。推奨レベルは、38となってますけども、30ぐらいあれば全然勝てると思います。名前が何だったっけ。ここ総務の町の解放戦ですね。総務の町解放戦を、まずクリアしてください。そうするとね、ここ総務の町に入れるようになりますので、ここに古代の魔法陣の最上級があります。ここを解放してください。この古代の魔法陣の最上級、ここがねめちゃくちゃ美味しいです。ここが速攻でレベルを上げることができます。まあ、どんな感じかちょっと一度行ってみますね。もうスキップとかせずに、あ、スキップじゃないや、もう編集でカットとかせずにそのまんま見せます。まあ、自分のね一番使うユニットを出してボスのところに一直線に突っ込ませるだけ、もうこれだけです。でボスの手前になったらばロイヤルオーダーを使って経験値を倍にします。で倒します。やったぞ。おしまい。ボスを倒した時に最上級の指南書を5個もらえます。これがね1個使うと経験値1万もらえるんですよ。1万、めちゃくちゃ美味しいです。でクリアしたら、お金が3000ぐらいかな、3000ぐらいと、証が29個、で名声は5000個でストップですね。まあ、14ポイントもらえます。はい、これが1周です。でここを解放してすぐにこの戦い方はちょっとできないんですけども、まあ周りのね敵をちらほら倒していくと、レベル30ぐらいだったら本当にね1回戦うので、1、2ぐらい上がっていくんですよ。なので周りの雑魚を5、6回倒せば36ぐらいになるのよね。36、7、それぐらいになるともうあとは突っ込んでいけば全然勝てるので、はい、まあ、やってみてください。でちなみにユニットはこんな感じで組んでます。主人公ですね。でベレニス、スカーレット、シャロン、オーバン、このパーティーですね。で装備は、あんまり難しいのは装備しておりません。一角獣の聖剣に、双門の盾、秘跡のペンダント。で、レベルを上げたりするので、ゴールデンエッグですね。で、スカーレットはルーキーエッグとか、つけてます。で、オーバンもルーキーエッグですね。こんな感じです。で、シャロンも、同じくルーキーエッグをつけてます。装備はこんな感じです。で、ベレニスですけども、ルーキーエッグちょっと3つしか見つけきれなくって、シャアなしでゴールデンエッグをつけてます。はい。まあ、装備はこんな感じですね。で、まあ、これを、ほんと30秒ぐらいで一周できますので、それを繰り返して、この最上級の指南書を集めていって、使ってこういう風にレベルを上げていく感じですね。うん、まあ、ワンユニットぐらいだったらば、速攻で全員レベル、50に上げることは簡単だと思います。まあ、全キャラ、60キャラいるよね、確か。それを全部、マックスにしようとすると、ちょっと難しいかもしれないですけども、まあ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 、こんな感じで、速攻でレベル50まで上げることができます。はい。じゃあ、もう一回最後にね、行ってみましょうか。
速攻で終わるからね。でも、敵の布陣が若干違う時があるんですよね。その時は、1回戦わなきゃいけない。でも1回です。あ、2回か。2回。うん。でも2回よ。2回戦えば、ボスの攻撃に到着しますので、よし。それで倒して終了ということです。俺が相手だ。もうレベル40手前になると、もうこんな感じで、ガシガシと倒していけるので、余裕ですね。さあ来い。はい。倒したら、最上級の指南書を5個入手です。で、おしまい。めちゃくちゃ楽勝です。はい。ということで、今日は最高率のレベル上げをやっていきました。やり方は、体験版で進めなかった、ここ、総務の街の解放戦ですね。解放してあげて、で、そして、古代の魔法陣最上級が出てきます。ここでちょっとレベル上げをしてから、あとはボスのところにずっと突っ込ませるだけで、レベルはガンガン上がっていきますので、ぜひやってみてください。ただし、ものすごくぬるくなるとは思いますけどね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。